勝戦誰が勝つのか。スタートまで3秒を切りました。中日新聞東海本社杯優勝戦スタートしました。最終半40戦4社並びのスタート。7番直山、どこまでスタートいけるでしょうか。金子の前、木村の後ろ6番手です。新井日和ですが、やや序盤うまく展開立ち回れません。3番の落合がここを捉えて2番手に上がってきました。それでも食らいつく新井日和ですが、先頭1番栗原は早くも一人旅になってレースは2周目です。4番鈴木弘和が3番の落合を捉えました。2番の新井はなんとかスタートを踏みとどまって、先頭1番の栗原を追う体勢作っています。その後ろですが、7番の青山周平、着実に番手を上げて現在4番手です。ナンバーワンも早め早めの意識で鈴木弘和の後ろです。6番金子、3番落合、5番の木村を後ろから、先頭1番の栗原ぶっちぎっている。初めての優勝戦でも緊張はないか、大逃げです。2番手が2番の新井日和、3番手4番鈴木弘和、ナンバーワン青山周平現在4番手です。残りは3周回、依然大逃げ続きます。1番の栗原、2番手2番新井、3番手に上がってきましたナンバーワン青山周平、そして2番の新井日和のインコースにこの3コーナーで入って、さあ2番手に青山周平が駒を進めてきました。さあ2周追いつくでしょうか。ナンバーワン青山、先頭栗原、2番手青山、やはりこの両者の一騎打ち、まずは近づくところまでいけるでしょうか。3番手は2番の新井、その後が6番の金子、鈴木弘和はその後5番手です。先頭1番栗原、初めての優勝戦で初優勝へ、残りは1周、ナンバーワン青山が追う。青旗振られてファイナルラップ。3番手は2番の新井のインコース、金子が入って浮上しました。青山周平2番手に上がりましたが、先頭栗原の背中ははるか先、これでは追いつきません。1番栗原圭介、新人らしからぬ落ち着いた走り、レース差を保ちました。初優勝で完全優勝、ゴールイン。36期優勝1番乗り栗原圭介、強豪メンバー相手にも物おじしませんでした、文句なし。4連勝完全優勝。2連単1番7番300円、1番人気2連複1と7の組130円、1番人気3連単1番7番6番で1460円、5番人気3連複167の組み合わせ670円、3番人気。見事お客様完全優勝を決めました。栗原選手のウイニングランを行う前に、初めてですからね、丁寧に説明を受けてということでした。初めてのウイニングラン、少し控えめな手の振り方という形ですかね。ただ、こういったことというのも慣れてないわけではないのかなっていう気もするんですけれどもね。やっぱりね、このねオートレース、ファンの皆様にお金をかけてもらって、この金網の中での戦うというのはね、また大きくね、これまでの人生とは違った経験でレースということになっていると思います。そして今日のこの優勝戦のことをですね、大いにオートレースファンの皆様、お客様には語っていただきたいですね。そして今後のどんな風に、どのような選手になっていくのかっていうところも、まあ、家庭も全てしっかりと皆さんに見守っていただきたいと思います。まあ、そして同じ同期たちもね、これでまたね、なんていうんでしょうか、気持ちも盛り上がって、はい、その後に続く選手がどんどん出てくるんではないかと。まあ、今回はね、吉林選手が優勝戦には乗れませんでしたけど、ハリーレース頑張りますっていう話もしていましたし、その他の同期たちもね、もう浜松もそうですし、全国の同期もこれでですね、きっと自分も次にはって思ったんではないかと思います。ただ先輩たちもね、そうはさせないという、そんな思いも今強く持っているレーサーもいるかもしれないですね。ウイニングランが行われました。栗原圭介選手、はい、初優勝、初優勝、完全優勝、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今の気持ちを聞かせてください。前節残念ながら優勝できずに、すごく悔しい思いしまして、まあ、師匠はじめグループの皆さんのおかげで、まあ、この素敵な優勝戦に乗れることをすごく楽しみにレースできました。はい、
初めてのウイニングランでしたがどうでしたか。はい、最後まで皆さんお集まりいただきすごく励みになりました。ありがとうございました。はい、それではレースについてお伺いいたします。はい、まず試走タイムが 3.33 でしたが栗原選手の手応えはいかがでしたか。そうですね、ちょっとソロ温度高かったのもあったんですけど、まあ、自分的にはちょっと滑ってしまって、ただまあレースは問題なく冷静に走れるかなっていうような手応えはあったので、まあ、落ち着いてスタート決めて、あとはもうハンデがあったので、まあ、それを生かしてレース集中することができました。はい、スタートは振り返っていかがでしたか。そうですね、今節ちょっと失速気味な傾向があったんで、まあ、練習でとにかくそこを克服できるようにトライしたんですけど、まあ、レースではそんなに悪くなく切れたかなと思います。はい、はい、レース道中エンジンの動きは振り返っていかがでしたか。そうですね、悪くなかったと思います。はい、はい、一着でゴールしました。ゴールした瞬間の気持ちを教えてください。いや、もうものすごく嬉しいですね。まあ師匠にも朝練で一級車が来た時の対応っていうことで合わせていただいたので、まあ、それもあって落ち着いて走ることができました。はい、はい、最後に今後の意気込みも踏まえて全国のファンの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、いっそいっそ、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。栗原選手初優勝おめでとうございます。ありがとうございました。